どうも、山崎亮です。ロイダットチャリティーショップの話を前回に引き続き、したいと思います。したいと思いますって言っても、今日は僕があんまり喋るんではなくてですね、ロイダット用に、準備している動画ですね。これを前回と同じなんですけど、この後に見ていただこうと思います。今回は3つぐらい種類がありますね。1つは、チャリティーショップって何？ロイダットって何？っていうのをモーショングラフィックで、ちょっとこう分かりやすく説明したものっていうのが一つ。これは1分ちょっとぐらいですね。それからもう一つはですね、インターンの方々ですね。ロイダツチャリティショップにボランティアとかインターンで関わってくれている方々がいるんですけれども、こういう方々からチャリティショップってどういうイメージですかとかですね、今回なんでロイダツに関わってくれたんですかっていうのをこう聞いて回ったっていう映像があるんですね。で、これを、その後に入れておきたいと思います。そして、もう一つ最後にですね、チャリティーショップに集まってきた者たちっていうのが写真でパンポンポンポン出てくるっていう映像をお示ししたいと思います。回収ボックスっていうチャリティーショップのね、寄付してもらうボックスを、いろんなところに置かせていただいたんです。これは千代田区内、主には千代田区内なんですが、千代田区内の各所に置かせていただいたんですけど、それでもだいぶ集まってくるものが違うんですよね。番町っていうエリアだったら番町っぽいなって思うものが出てきたり、神田の方のエリアだったら神田っぽいなって思うものが出てきたりするし、そして、今また台東区のコパックギャラリーでやらせていただいてるんですけれども、ここではまたどんなものが集まってくるのか。チャリティショップで寄付されるものっていうのがもうなんかその地域の特性を表しているみたいですごく面白いんですけれども、それを最後に写真でお示しするということになっております。なので、今日はもう僕の話はこの辺りにしてですね、その映像を見ていただきたいと思います。なお、この映像はロイダースチャリティショップですね、今浅草橋でやっているチャリティショップに行くと、入って右側のところにある壁の面にプロジェクターで照射されています。なので、そこに椅子も置いてあって見ていただくこともできるんですが、その映像を今日この後ここにしつけておくということになってますね。なので、これ前回と同じ構成になってますけれども、事前に予習して、で、これ予習して、ああ、現場行ってみたいというふうに思ったら、ぜひ JR で浅草橋まで行って、そしてなるべく日陰を歩きながらですね、人との距離を取りながら、日陰を歩きながら、コップパックギャラリーまでお越しいただければというふうに思います。それではご覧ください。
環境のためになる活動をなんか実際あんまり参加っていうのはしたことがなくって、でそれでみんなで協力して、かつ無駄なゴミを出さないとかっていう活動、いいなと思って、リサイクルショップとかは知ってたんですけど、チャリティーショップは知らなかった。そうですよね。でも最初説明を受けた時に、なんかイギリスのお店の写真を見てすごいおしゃれだなって、あれ見て一気に印象変わって、そうリサイクルショップってなんかそういう感じのがあまりないじゃないですか。めっちゃポジティブな、感覚がないっていうのは、それが嫌なこととかじゃなくて、なんかこう一人がやる活動で、その社会貢献とか社会問題の取り組みとか考えた時に、どれだけのなんかこう影響力あるのかがピンとこなくて、なのである程度会社がきちんとその、社会問題に対する取り組みとかみたいな感じで取り組んでるところに入ってみて、なんか一回そういうのを経験してみたり、あとやっぱそのチャリティーに参加してくれる人ってどんな人かなとか、なんかいろいろそういう興味はあって、なんかもっとなんだろう、もうちょっと硬いのかなみたいな、すごいいっぱい大人の人がいっぱいいて、なんかその中でこうなんだろう、真剣なんだろう、もうちょっと空気が重いという感じかなとか思ったんですけど、明るい感じで楽しいです。中学とか高校もなんかチャリティー活動募集してますよみたいなのがたまに耳に入ってきて、そういうのも、まあ、自分がサッカーやってたん で忙しいなって思って行けなかったし、そういうの言ってもなんかちゃんと効果出てんのかなと思ってて、楽しみであるけどなんかどうなるのかな、全然そういうチャリティーっていうのをやったことないからあんまり分かんない。日本のチャリティーって不透明すぎるんですよね、全体的に。僕すごい思ってるんだけども、なんかね、その参加する安心感とか、その関わったことに対するなんていうか安全性だったりとか、なんかそういうことをお客さんのために担保してあげるというのも実は大事かなって僕はちょっと思って、いいことするってすごく怖いんで、やっぱり実は、ヨーロッパ行った時にそういうボックスが結構置いてあって、それだろうなみたいなのはあったんですけど、なんか細かいところまでは知らなかったです。それこそあの利益をなんかどこに還元していくのかみたいなのだったり、まあ、実際服の問題としてどのくらいの量があの在庫がそのまま廃棄につながっているのかみたいなところまではあんま知らなかったので、まあ、説明会受けて、まあ、そこの認識も新たにしてっていう感じはありましたね。いろいろ学びがあって楽しいです。チャリティーはさっきも言ってたんですけど、まあ、参加したことなくて、でチャリティーって何だろうって思った時に、やっぱり、まあ、地域と人がそう密接に関わっているイベントかなって思ってて、こういうイベントがあって、まあ、地域のこととかあんま知らなかったので、まあ、このチャリティーを通して地域を活動とかを学ん でそこからその良さをあの自分なりに吸収して、まあ、映像とか例えばそれをゲームに生かしたい、なんかこう考えて作るとかやってみたいなって思って、まあ、参加しました。ここは柳橋っていうのは要するに隅田川と神田川、川にこう、ね、あの風景の中で育まれた町で、料亭がいっぱいあった、で料亭と下流会芸者さんがいて、まあ、あの本当に艶やかな、それこそ粋な町だったんですよね。きちっとした目的を持ってやられてね、社会貢献するっていうその目的を一生懸命やってらっしゃったら素晴らしいなと思いますよね。全面的に協力しよう。コパックさんからお話言って、それで町の紹介にもなるし、やっぱりあの、自分で携わってきた人たちが教習があるからなかなか手放されないじゃない。大事なものは、まあじゃダメだと思ってもさ、なんとなく置いとくと、今度世代交代して若い人たちになってくると、まあ、価値観わからないから。そういう意味ではちゃんとそれを仕掛けながらチャリティーをやっていくと面白いものが出てくると思う。
もう20年ぐらい前になるんですけど、ちょっとアメリカに住んでたことがあって、あの、まあ、そういう、まあ、チャリティーショップって言ってたかわからないですけど、そういうちょっと バザーだったり、そういったあの、まあ、ユーズドショップとはまた違うんですけど、そういったあの結構向こうってその寄付とか、そのいらないものを、まあ、あ、いらないものとか、あの自分が不要なものを他の人にっていう、そういう会が結構あって、まあ、あと、まあ、ファッションもすごく好きなので、そういう個性的なアイテムを単純になんかいいの出会えるかなっていう思いもちょっと強かったです、はい、多分なんですけど、私は2年前にニューヨークで初めてチャリティーショップっていうものを体験するというか、あのに行く機会があって、すごい素敵なお店に出会って、多分滞在中2回ぐらい行っちゃったんですけど、要するにもう欲しいなって思う、買い物としても楽しいなって思うし、でさらになんかその買ったものがチャリティーにつながっているっていう、まあなんか順番としては結構楽しかったっていうのと、欲しいものが結構あるんだなっていうものっていう点が、こう日本ではあまり体験したことのない買い物の感覚だったので、なんか結構それに衝撃を受けて、なんか自分であの寄付をしたいなと思うものを、あの自分の部屋でこう何でしょう、見繕っていたというか、なんかこう何を寄付しようかなっていうのを選んでいた時に、いらないから手放すだけじゃない手放し方みたいな、その先にまた大事にしてもらえる人がいるっていう、その手放し方っていうのがこうなんか自然にこうできたというか、